天皇陛下が皇太子様に皇位を譲る生前退位の意向を周囲に示されたことから、宮内庁の風岡典之長官ら幹部数人が今年の春以降、水面下で皇室典範の改正の是非について本格的に検討していたことが政府関係者への取材で分かりました。ただ風岡長官は、陛下が明確に生前退位の意向を漏らしたことについてはそういう事実はないと否定する一方で、82歳となった陛下がいろんなお考えを持たれるのは自然なこととの見解を述べています。宮内庁は近く陛下に自らの気持ちを公表していただく方向で検討しているということです。天皇陛下が生前退位の意向を示したことについて海外メディアも相次いで伝えました。イギリスの BBC は、日本では今まで考えられなかったことだ。ウォールストリートジャーナル電子版は、すべての公務を確実に進めていくために生前退位を希望したとすれば驚きではない。また AP 通信は、年齢にもかかわらず陛下は忙しいスケジュールをこなし、式典に出席し、外国からの来賓をねぎらい、震災の被災地を訪れて被災者を慰問していると伝えました。さあ、こちらのニュースは男性よりも女性の方がやや高くて 53% で、若い世代を中心に反応がありました。これでも、このニュースはものすごくちょっと引いた冷静な目で見ておこうかなと思ってるんです。どうしても政府関係者の方から情報がどんどん出ていると、当の宮内庁の方は実を言うとこの情報については否定をしている。陛下ご自身のねお言葉を聞くまではと思ってるんです。どんな思惑がそこにあるのかがよくわからないんですね。野田さんいかがですか。いや、全くおっしゃる通りで、最初ニュース飛び込んできた時はもうびっくり仰天してしまったし、その後にその、昔は天皇陛下をこう引き下ろそうという運動とか全部政治的に、ね、なって大騒ぎだった、だからご崩御までっていうことになったんだけど、それがどうなるんだろうって考えた瞬間に、あ、これは軽々に動いてはいけないって僕は思った感じでした ね。やっぱりお言葉をこの耳で聞いて初めて判断する、そこまで僕はあんまり何も言いたくなくなりました。宮子さんいかがですか。我々が何かこう詮索する立場じゃないですもんね。なるほど、ね、選手としてあるいは代表コーチとして何度かお目にかかる機会を得ましたが、やっぱりああ象徴ってこういうことなんだなっていうくらい本当に素敵な方ですから、もう何かもうそういう立場じゃないですよね。でもすごく重要な話ですよね。湯浅さんいかがですか。僕は今このいろんなメディアに出てる意見の中に、なぜそれを宮内庁が否定したかっていう、推測として、つまり天皇陛下のご意向で法律が変わるってことになると憲法違反だっていう意見が出てるんだけど、僕はそれは全くミスリーディングだと思う。なぜなら天皇陛下がご発言をされたりお気持ちを持つっていうのはそれは自由なことで、それをきっかけにして議論が深まっていくっていうのは正常なことだよ。それはまさに憲法が予定している自然なことの中に、自然な法的なことの中に当然含まれることだから、あんまりミスリーディングな発言をして何かそれを封鎖するみたいなことはすべきでないというふうに固く思います。ありがとうございます、はい。天皇陛下に関しては自民党の改憲草案では一条のね、はい、天皇は国家元首にという案もなども出てきますから、ちょっと皆さんいろいろこの後の陛下のことは待ちましょうか、はい。